アレクサンドル・セオンは、フランスの象徴主義の画家である、ロアール県のシャゼル・シュル・リオンの商人の家に生まれた。リオンの美術学校で、繊維製品のデザインなどを学んだ後、パリに出て、エコール・デ・ボザールのアンリラマンの教室で学んだ。同じ頃、ラマンに学んでいた学生には、ジョルジュ・スーラや、象徴主義の画家となる、アルフォンソース・スベールや、エドモン・フランソワ・アマンジャンがいた。その後、 ピエール・ピュビス・ド・シャバンヌの弟子となり、10年間助手を務めた。1879年から多くの展覧会に出展を始め、象徴主義の画家として重要な画家となった。スーラの影響で、新印象派のスタイルの作品もある。1892年に神秘主義の作家、ジョセファン・ペラダンが主催する展覧会、バラ十字サロンの設立に参加し、 1897年まで続けられた展覧会に毎年出展し、ペラダンを理想化した肖像画も描いた。木彫家で民衆大学の創立者のジョルジュ・デュエルムの友人でもあり、大衆への美術の普及に貢献した。ありがとうございます。